ニキニキニキゴルフチャンネル、庭園調布店の井田です。よろしくお願いします。甲府店の吉水です。よろしくお願いします。ではね、今日もやってきましたけど、はい、今日は大注目の注目最大って言ってもいいかもしれない注目の新製品の G430 の、はい、G430 のフェアウェイウッド、フェアウェイウッドドライバーを歌ってもらった。そうですね、はい、今日ハイブリッド、ハイブリッド、はい、ユーティリティじゃなくてユーティリティじゃなくてハイブリッドということですので、はいはい、こちらを今までで一番も見たことない、はい、知らない、あ、はい、2本、これハイブリッド、はい、これハイブリッド、ハイブリッド、はい、かっこいいな、はい、今回この430MAX と T430 の SFT、 SFT のフェアウェイウッド、フェアウェイウッドですね、はい、とはハイブリッド、ハイブリッドは一つですね、はい、こちらの、3機種を見てもらって、うん、はい、まあ、ちょっとインプレッションね、はい、してもらいたいかなと思います。かっこいいな、見た目は。いや、黄色ってね、なんか流行りなんですよね。かっこいいですよね、はい、この頃多いですよね、黄色。黄色多いですね、確かに。この木とか、キャベツとか。でもね、かっこいい、ね、この蛍光っぽい黄色いですね。フィンさんのね、フェアウェイウッドユーティリティって言ったら G425 でも、ニキゴルフでもね、抜群に揺れてるものが、まあ、やっぱ球を拾ってくれる、そうですよね、まあ、上がってくれるってイメージがやっぱ強いですよ ね、 特にハイブリッドとか、僕 G400 のハイブリッドはね、ちょいちょい使ってるんですよ。ピン結構使ってるんですよね。そうそうそう、ミズラーと言いつつ、ミズラーちょっとこのピンポイントで入れさせてもらってるんですね。そうなんですよ、はい、ね、ちょっとこれ使ってたんで楽しみです。また浮気しちゃうかもしれないですけど、はい、じゃあぜひちょっと打ってみてください。はい、はい、お願いします。では早速ね、スタジオにやってきましたけど、はい、早速打ってもらいましょう。 G430MAX の3番、まあ、人がやっぱり苦手と言われてるね。これで球上がってくれたらいいですよね。僕なんかはもう今クラブのセッティングが抜いちゃってますから。僕は入れてない、入れてないですね、はい、逃げちゃうな、はい、これが打てるとね、はい、まあロングとか強いですからね、ティーショットとかにもいいかもしれないですね、まあ、まずはもう打っていただいて、はい、まずはい、あのスペックまあですね、ドライバーと一応共通シャフトになります。アルタ JCB のブラックで S シャフトになりますので、はい、はい、ちょっと行ってみてください。この G400 とかのとこからですけど、やっぱりちょっと音高いイメージありますよね。ピンスペアウェットってどうですか。いや確かにちょっとこうカチッていうか、そうなんですよね。で心地いい感じですけど、まあまああのちょっと高めの音、高めですよね、はい、高いとかにどうですか。いや、これですね、言われドライバーの時に言われれば言われるほどですけど、はい、この白い線もしかしたら今回効果でかいかもしれない。ああ、はいはいはい、全然のぺっていう感じはないんで、ちょっと締まって見える。これもドライバーと共通でね、フェアウェイとも入ってますんで。ですよね、はい。わあ、でもナイスドローですね。ちょっとカブヒットですね。ああ、おお、いやでも全然今自分の中で下目、今全然下目、下目。まあまあまあ、でもいいと思うんですけど、ドライバー同様ですね、はい、システンシースピンシー、はい、スピンシー、省略するとスピンシーですけど、スピンシー、ステンシーに、はいはい、入ってまして、はい、フェーズの株ヒットが、はい、やっぱりあの今下だな。あれちょっと株ヒット、そうですね、本当あれ音は高くない、はい、これ距離が来づらいっていう、そうですね、素材は、はい、素材がですね、そう、よく気づいていただきました、はい、ボディは前と一緒の、はいはい、ステンレス系なんですけど、カーボン使ってます、実はクラウンカーボン、はい、また見ていただくと、ここの、はい、あドライバーの LST にあったカーボン、そうです、はい、カーボンクラウンになっておりますので。あ、カーボン、じゃあ重心は低いわけですね。そうですね、はい、以前よりも、まあ、重心をこう低くすることができてますので、高さもこう出やすい、で、より直進性も出るかなっていうイメージですね、はい、あー、いいかな、あれ、音が違うな、ちょっとやっぱちょっとこう感じないですか、低めの感じですね、やっぱりこう締まった音、僕は結構聞いてていい心地いい音かなっていう感じなんで、計測してる側もなんかこの音いいなとってあるじゃない、まあありますね、お客様の測ってて、はいはいはい、これいいな、まあ、多分前の方が好きだったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構ねこうバシッっていう音に近い感じで締まった音、そうですね、結構いい音だなと思いますよね。だ僕どうしてもその前だとカーンって高かったんで弾いて、あーそうですね、ボールいない、あ左っていうのがあるんですけど、これだとちょっと一個吸い付いてくれるんで、打ち出しがちょっと右に持っていけるかなっていう、なんかあとカーボン感あんまりないですよね、ないです、なんかカーボンのやっぱりフェアウェイウッドとかっていうと、なんかちょっとこうそれこそ前作の方かな、なんかそういうイメージ、カーボンっぽい音がするイメージ、それがいいんでカーボンっぽくない、濃くない、濃くない、確かにちょっと下目ですもんね。あでもやっぱり、いや下っ面なんだよな、
でも、はい、こういう感じですね。はいはい、吹き上がる感じ。いや、そうそうそう、ちょっと吹き上がる感じ。いやいや、じゃあ玉はやっぱりカバーしてくれるような感じでいいですね。本気だけすみません。あ、よっと、これはいい球じゃないですか。音がいいですよ、音がマジで。音いいですね。何の違和感もないですね。縦距離が揃えますね。ブレないです。ちょっと打点ブレでも縦距離が揃ってくれるんで、これは計算しやすいかもしれないですね。これスプーンいいんじゃないですか、入れても。いや、ちょっと、いや、音でちょっと正直敬遠してたところがあったんで。あ、そうですか、はいはい、その感じは全くないです。なるほど、はい、じゃあちょっと次のやついきましょうか。はい、はい、では、はい、次 SFT、はいはい、G4 様 SFT、 まず構えてみてください。構え、はいはい、あ、でかいでかいでかい、はい、優しさをこう意識させたモデルで、はい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 、まあやっぱり体積がこう大きいので重心がこう深くなってより、はいですね、はい、球がこう上がりやすくなって捕まり感も出るかなって。別にもって SFT のフェアウッドっていう、はい、ガン左に見てる、ああはいはい、頂点もこっちに来てて、はい、もう左行きますよって感じで、すごくシャローで、はいはい、例えばティーアップとかにはちょっと弱いのかなっていう、なんか後ろすっちゃいそうな、ね、そうそう、はい、いう感じはないですね、はい、前作と比べると。ちょっとこのね、このライン、クラーニアのラインがやっぱり、これはでかい、結構意外とね、P さん、天才的な発言かもしれない、全然大きく見えないですもん、なるほど、閉まって見える、うわ、これどういう球出るんだ、ちょっと、尺と同じですです、うわ、ちょっとどういう球出る、これ気持ちいいなぁ。これ音が最高的に いい球、うわこれいいっすよ、これ高さ出ていいっすね、今回でもレッスンっていいのかな、高さ出るな、そうだごめん、フェアウェイウッドちょっと6に言い忘れちゃったんですけど、はいはい、ごめんなさい、違う、SFT はマイトと同様でちょっと1度スプーン、これ今打ってたのスプーンなんですけど、3番ウッドで16度で、マックスの方の今回ロフトの表記が変わりまして、前そう3番が 14.5、はいはい、で5ウッドが 17.5 って点5刻みをやってたんですけど、前特にスプーンがちょっと上がりづらいイメージが出ちゃうということで、さっき打っていただいたスプーンは15度マックスは変更をされてます。こっち16度だ、はい、そうですね、設定はちょっと1度ね、で5番ウッドの方も 17.5 だったのが18度っていうのが変わって、いわゆる一般的なフェアウッドのロフトからこう合わせて、なるほどなるほど、はい、それいいな、SFT でも高さ出てていいですね。316、僕の誕生日なんで、多分誰もあんま興味ない、はい、なんか見やすいな、見やすい、なんか打ちやすいな、ちょっと、おーよいしょ、まあ、高さでも出た、普段通りのいい球ですね、ドロー系の球で、でも16ですから、マックスよりね、球上がって、そうですね、打ち出しも結構出てて、そうだったらもう合格の高い、高い、そんなに拾ってくれるな、打感は画期的にいいです、打感いいですか、まあ、音がやっぱ閉まった音だと柔らかく感じるとこはあるかもしれないですね、確かに、かもしれない、かもしれない、これはいいよ、よいしょ、出ましたね、あ、いいなぁ、240飛んだよ、いやSFT、 いやじゃないですか、 SFT かやっぱ今回のフェアウェイウッドちょっと思ってるよりこの打感に興奮してます、前々からね、評判良かった、球を拾ってくれるっていうのは分かったんですけど、やっぱりプロの声とかも多かったね、やっぱり前に行ってないっていう、まあまあまあ、上にはで、はいはい、グリーンでは止まってくれるけどもう一つ前にっていうのは全然ないです、ね、やっぱりカーボンクラウンにしたことのやっぱりね、特性が出てる、めちゃくちゃ出てるかもしれないですね、嫌な弾き感は全然ない、ね、コントロールできそうな、球がまだ打った時にいてくれるような感じはあるんで、ちょっと今回ドライバーはもちろんですけど、ここ注目かもしれない、いい、G430 のハイブリッド、はい、打っていただきます、はい、4番22度、はい、でシャフトは同じくアルタ JCB、はい、ブラックの S シャフト、い
ね、プラベル長ここまでいって楽しみ、はい、ユーティリティもね、ユーティリティもものすごいやっぱり425でも評判良かったですよね。いいですね、これちょっとストレートな、まあ、そうですね、穴ってね、はいはい、モントターゲットにビシッと、あ、ビシッと、そう、はい、ちょっと前まで、まあもちろんピンのいいところで少し出っ歯形状じゃないですか、そうですね、それが少し被って見えるっていう声もあったもあったですし、あ、そうですか、はい、あ、ストレート、あ、いや、はじめまして、打てるんですよ、もう喋りながら喋りながら言うめちゃくちゃいいな、いい、出てる、待て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 、いやもうこんにちはが打てそうなんですもん、もう確かに、おー、まあ、ちょっと下目ですね、ちょっと下目、はい、まあ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 いいですよね、これもやっぱりフェアウェイウッド同様、あ、これもシステンシーあるんですか、はい、システンシーが入ってますんで、はい、なおかつやっぱりユーティリティもフェアウェイウッドと同じくのカーボンクラウン採用してますので、あ、ユーティリティも、はい、こうこうよりこうやっぱり距離も出しやすいですし、システンシーいい、高さも出る、ハイブリッドです。はい、すいません、間違えました。ごめんなさい。失礼しました。気づかないです。外からよか注意が入って。いやいや、でも、ちょっと当たりね、あれですけど、いい球ですね。パーンって球離れが早くて、左に巻くイメージだったんです。まあ、イメージが持ってた時は、少しそれが出てたんですけど。これどうですか、この音の感じは。感動してます。いやどうですか、石田聞いてて。いや、音もいいです。本当やっぱりフェアウッド同様にあのハイブリッドのバスが柔らかい音ですね、近い、あの柔らかい感じですね、いやいや、でもね、ナイスミスじゃないか、うーん、そうなのよ、ナイスミスさんの球よりブレがない、ブレはない、あのドライバーから通じるのは縦距離のブレは本当ないんで、うちのクラブドクター直伝の情報がありまして、はいはいはい、あのピンさんのフェアウッドユーティリティって結構ここ真っ平らじゃないですか、ここ、はい、結構ペタッとこうしてますよね、はいはい、これが結構特徴で、はい、これによってあの丸みを帯びてるものに比べると重心がこう下がる、よくり丸よりもこうペタッとしてる平らの方がこれピンさん特徴で、やっぱり重心が低く高さもこれで出やすくなって直進性も出るっていうのがこの一応形状、フェアウッドハイブリッドの形状がこういう結構優位性があるということで、全然上から見た時は何にも、まあ上から見た時はね全然見えないんで、まあ、ただし、はい、例えばあの他の丸みを帯びてるラウンドのものに比べると、まあ、抜けの部分では少しっていうところがあるらしいんですけど、はいはい、あのピンさんのドライバーは曲がりませんから、あのフェアウェイから打てるっていう、抜けも関係ないそうですね、まあ、冗談ですけど、なるほど、まあ、ピンさんそれがやっぱりあのいいっていうことでね、お客様から評価を受けてますので、はい、気持ちよさそうですね、220ヤード、芯が当たると 4U でもここまで出る、こんな出る、こんな出る、いや今の芯ですよ、いやでもこの気持ちよさそうですね、僕もなんか打ちたくなってくるような、あ、本当にいい音、 1.41 ね、これはフューチャーしてくださいぜひ、これはいい、いやだから本当にちょっと今回前までもそうですけど、よりフルセットで進めたくなる、ちょっとセッティングね、セッティングとして僕ね、正直、まあ、自分も使ってあるんですけど、ドライバーユーティリティでフェアウェイだけちょっと敬遠しちゃうところあったんですよ、お客様からも、はい、あ、これだけ音がって言われたんですけど、もうそれは今回一切なくて、ちょっとまだアイアンはもう目にも何もしてないんですけど、ウッドは全部揃えてもいいかもしれない、いやいや、これはねちょっと皆さんにまず打っていただきたいと僕も思ってますんでね、はい、ピン、あとユーティリティロフト多いですもんね、そうですね、ラインナップのバリエーションもかなりあのロフト立ってる10度後半からあの30度台まで、そうですね、一番寝てるね、はい、ユーティリティどれって言われたら34度までありますもんね、面白いかもしれない、どうなんだろう、もうアイアンね、ちょっと7ユーちょっとだから今のね、キャビ女子プロもアイアン多いですから、そうそうそう、ユーティリティこういっぱい入れてますから、アイアン7番とか8番からとかの設定もありますから、入れちゃってもいいかもなんですよね、え、やっぱ前までだとその7ユーとかだと少しやっぱり被ってるんで、はい、これはちょっと振ったねって思ったんですけど、4ユーの感じが全くないんで、ロフト寝てるものもちょっと顔はいいと思いますよ、ね、はい、楽しみです、ぜひこれを打ってもらいたい、ぜひお店でね、打ってもらいたい、お待ちしてます、はい、お願いします、
はい、ではね、今打ってきましたけど、はい、清水さん、なんかもう絶賛ですね。絶賛。ちょっとフェアウェイユーティリティに変わるのすごく良かったです、はい。ユーティリティいいのしてたんですけど、さっきちょっと言いましたけど、はい、フェアウェイ、はい、これは全部揃えたもん勝ちですね。揃えたもん勝ちです。なんかやっぱ音いいっていうね、ドライバーもね、良かったですけど、フェアウェイとユーティリティもこれ結構いいですよね。相当改良したんでしょうね。いや、考えたんじゃないですか。まあ、そういう声が唯一多かったじゃないですか。まあそこがね、そこだけって言ってもあれですけど、言われてましたけど、うん、はい、ここ見事にね、解消してくれてますね。されてますので、やっぱりフェアウェイウッドハイブリッド、ハイブリッドです。ハイブリッド。曲がらないよっていうところは言ってましたけど、今回距離も出そうですね。4で230弱いきましたから、高さも出て、曲がりもないっていう最強ですね。7U、6U、面白いですね。ユーティリティで、ユーティリティ3本とか4本とか、ハイブリッド。こういうところですよ、ね、本当に。わあ、ハイブリッドですね。揃えていってくっていうのもいいですね。3本、4本体制とかもあると思います、今回。ぜひ。今回フェアウェイともシャフトがあの種類別でドライバー同様ありますので、ハイブリッドもありますので、ぜひね、あのシナプラスドルフでは僕に揃えてますので、はい、はい、シナの方、はい、あのしに来てください。お待ちしてます。お願いします。ニキゴルフチャンネルでは今後も出たてほやほやの新製品クラブのシダ動画をどんどん上げていきたいと思いますので、ぜひ注目してください。チャンネル登録、高評価、コメントの方をお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。アイアンかな次は。